その辻たちの極意を自分の名前をどの候補よりも1票以上多く書いてもらうにはどうすればいいか、ね、できればダブルスコアとかで、ね、っていうのを常に毎日考えてるんですよ、ね、自民党がまあ負けなかった理由っていうのはどのようにお考えでしょうかね。であんまりメディアとかのそういうあの反自民みたいなのにあんまりこの載せられなくなってきてるなと。なんで理学療法士の先生方をしてるかというと、国民のためになるから、社会保障費の削減になるから。